イタドリハムシは鮮やかな半門のカブトムシ。ハムシとしては大柄で、テントウムシの仲間ようにも見える。別名として、カメのコウムシがある。体長は7.5から9.5ミ、mm、リメートルで、日本のハムシ科では大きい方である。全体の形は滑らかな楕円型で、背面はやや丸く盛り上がり、覆面はほぼ平ら。黒い体に全子の黄色い横半が目立つ。 頭部は黒く、前胸に半ば隠れる。触角は長くて、体長の半分以上、各節の先端が前に突き出して、のこぎり状になる。前胸は黒く、その背面には一体のくぼみがあるが、全体としては滑らかで艶がある。前肢は黒くて、艶があり、多数の、はっきりした天国が列をなしている。反紋には、個体変異が大きいが、その前端から少し離れたところと、 後端に近いところ、それに後端部に三列の横半がある。それぞれの半門はその縁が波打ち、互いに前後につながることもある。覆面と、ふわしは黒い。幼虫は、天頭虫の幼虫などに似た、やや平らな、細長いもので、胸部の付属子だけが、よく発達している。体は、黄色っぽい緑で、頭部などあちこちが黒い。成虫は、 春から秋に主として、イタドりの上に見られ、その葉を食べる。他に、大イタドりや、水場なども、食草とする。人が近づくと手足を縮めてこロりと落ちる義士の、習性を持つ。幼虫もイタドりの葉を食べる。成虫越冬であり、春に越冬した成虫が食草を来訪、散乱する。孵化した幼虫はそれを食べて、夏頃に新成虫が出現する。 北海道から九州までに見られ、国外では朝鮮半島、シベリア東部、中国、台湾から知られる。北海道のものはかつては別種とされたこともある。イタドリや水場は利用しないでもないが、特に栽培されることもないから、外虫扱いはされない。同族には日本に他に数種あり、見かけも似ているが、本種が最も普通である。また食草も異なる。ありがとうございます。